米陸軍レッドリバー交渉に設置された IBM305 前2台の350ディスクドライブ後380コンソール305プロセッシングユニット IBM305 ロマークは世界初の二次記憶装置として稼働ヘッドハードディスクドライブを使用した商用コンピュータであるこのシステムは1956年9月14日に発表されその時点で 米海軍と民間企業でテスト運用が開始されていた。ロマークはランダムアクセスメソッドオブアカウンティングコントロールの略であり、その設計はビジネスにおけるリアルタイム会計の必要性によって動機づけられたものであった。米国の自動車産業で使用された最初のロマークは1957年にクライスラーのモーパー事業部に設置されたものである。それは オーパーの部品在庫管理と注文処理システムの一部であった、膨大なタブファイルを置き換えた。1960年スコーバレート大オリンピックで、IBM は初の電子データ処理システムを提供した。このシステムには、IBM ロマーク305コンピューター、パンチカードデータ収集、および中央印刷機能が備わっていた。ロマックによるシステムは1000件以上構築された。 ロマークの生産は1961年に終了した。ロマークコンピュータは1962年に IBM1401 用の IBM1405 ディスク記憶装置が導入された時に時代遅れになり、305は1969年に廃止された。最初のハードディスク装置は1956年9月13日に出荷された。 システムの追加機器には、カードパンチ、中央処理装置、電源装置、オペレータ用、コンソールカードリーダー装置、プリンタがあった。保存された記録への直接アクセスを可能にする手動の問い合わせステーションもあった。IBM は、このシステムで6万4000枚のパンチカードに相当するデータが保管できると主張した。305は、 IBM が製造した最後の真空間式コンピュータの一つである。その重量は1トン以上あった。IBM350 ディスクシステムは、一つの A 数字の記録に8ビット、データ用に6ビット、パリティビットとして1ビット、スペースビットとして1ビット使用し、500万文字を記憶した。24インチのディスクを50枚有した。二つの独立した。 アクセスアームが上下に移動してディスクを選択し、内外に移動して記録トラックを選択する。アクセスアームはサーボ制御されている。一つのレコードを見つけるのに平均で600ミリ秒かかった。1950年代に改良モデルがいくつか追加された。350個のディスクストレージを搭載した IBM ロマーク305システムは1ヶ月あたり3200ドルで、 リースされた。ヘッドクラッシュ損傷のあるロマーク、ストレージディスクオリジナルの305ロマーク、コンピュータシステムは約9メートル15メートルの部屋に収容することができる。350ディスク記憶装置の寸法は約1.5平方メートルである。日立グローバルストレージテクノロジーズ調査担当副、社長のカーリー・マンスは、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、 ロマークのユニットは1トンを超えるため、フォークリフトで移動し、大型貨物飛行機によって輸送しなければならないと述べた。マンスによると、ドライブのストレージ容量は5メガバイト以上まで増やすことができたが、当時の IBM のマーケティング部門は、そのような大容量の製品の販売方法を知らなかったため、大容量ドライブには反対していた。 コンピュータ歴史博物館のローマークメカニズム305のプログラミングはドラムメモリに保存される機械語命令を書くだけでなくシステム内のほぼ全てのユニットはプラグボードコントロールパネルにワイヤージャンパーを挿入することによってもプログラムされたシステムアーキテクチャは305ローマークマニュアルオブオペレーションとして文書化されている305は 可変ワード超重心数のキャラクター指向のコンピュータであり、6000PRM で回転し3200文字の英数字を記憶する時期ドラムメモリを有する。データ転送中の一時記憶には100文字のコアメモリバッファを使用した。各文字は6ビットで表され、先頭の2ビットはゾーンビットであり、残りの4ビットが数値を表す。その後ろに1ビットのパルティビットが付き、 一つの文字は次の形式で表される。命令はドラムメモリの20トラックにのみ格納でき、次のフォーマットによる10文字の固定帳だった。固定小数点データのワードは1桁から100桁までの人気のサイズにすることができる。最下位桁の X ビットに符号を格納する。データレコードは1文字から最大100文字までの人気のサイズにすることができる。ドラムメモリは それぞれ100文字の32トラックで構成されていた。表の判例、L と M は10個の10文字のアキュムレータを含む同じトラックを選択する。当て先 L は加算を指定し、M は減算を指定する。J、R、タイはドラム状のトラックを選択せずに他のソースと目的地を指定する。305の命令セットにはジャンプは含まれていない。ジャンプは コントロールパネルでプログラムする。305のすべてのタイミング信号はドラムに記録されたクロックトラックから供給される。クロックトラックには同期のための 208S 間隔の816個の 12S のパルスが含まれる。キャラクターの読み書きには 96S を要する。305の典型的な命令にはドラムの3回転を要する。命令をフェッチするための1回転。 ソースオペランドを読み取りそれをコアバッファにコピーするための位置回転。コアバッファからデスティネーションオペランドを書き込むための位置回転である。P フィールドが空白でない場合は、リレーが選択されることを可能にするためドラムをさらにに回転させる。インプルーブドプロセッシングスピードオプションを導入することにより、次の回転が始まるのを待つ代わりに3つの命令フェーズがすぐに続くことが可能となる。 このオプションと最適化されたコードオペランドの配置により典型的な命令はドラムの1回転で実行できる。ただし特定の命令は通常の命令の30水より長い50水を用した。例えば上山はドラムの6回転から19回転を用し、除山はドラムの10回転から37回転を用する。入出力命令はハードウェアによって 必要とされるだけのドラムの回転数の間、プロセッサをインターロックすることができる。305の論理回路は、1巻と2巻の挿入可能なユニットとリレーで構成されていた。基本システムは次のユニットで構成されていた。プリームスバーガー、クリス、IBM ビルズオン50、イヤーズオブスピニングディスクストレージ、eeek.com http:///youq.com c.a.data storage ibm bills on-50 years of spinning disk storage 2012年10月16日閲覧 ab650 ロマークアナウンスメント the 305ロマーク &the650 ロマークは internally announced on September 4 1956 IBM 2ープットアウトニューシンクユニッツニューヨークタイムズセプテンバー141956 AB305 ロマークマニュアルオブオペレーション IBM April 1957 AB IBM ローマークプロモーショナルフィルムハットスティーブン・レビーザハードディスクザットチェンジドザワールドニュースウィークオーガスト72006ウィーク IBM305 ロマーク ed-thelen.org2019 年1月12日閲覧ロマック305カスタマーエンジニアリングマニュアルオブインストラクション IBM コープコピーライト1959ピアニッシモ 78&852019 年1月12日閲覧リーゴメストーキングテックザ・ウォールストリートジャーナルオーガスト222006 ありがとうございます。